こんにちは、南雲慶典です。今ね、今日スタッフとこうお料理のお話をしてたんですね。それはね、お刺身、同じ例えば柵のお刺身でも、刺身包丁で上手な人がスーッと切って、こう出したもの、ピューってこう、専用の包丁でこう上手な人が切ったものと、同じ人でも例えば出歯でブツッとこう切って、で食べたお刺身の味は全く違うとか、あとはお肉とかもちゃんとこう室温に戻して筋切りとかをして、焼き方もそのなんていうのかな、さっと表面をきちっと焼いた後にカバーとかかぶしてこう蒸したように焼いたものと、ただジャーッとこう熱い鉄板で焼いただけとはもう全く味が違うっていう話をしたんですね。で、あ、そうそう、これはね、時計にも使えると。例えば同じ腕時計でも、例えば腕時計が入荷しました、はい渡しましたっていうのと、例えば南雲慶典の話で申し訳ないんですけども、入荷しました、見た目をチェックします、機械の精度をチェックします、でこうなんていうのかな、針の回した時の感触とか、そういうのにコリコリした感じがないかとか全部チェックして、で精度もチェックして、でお客様にお渡しします。でさらにお渡しした後、売っただけじゃなくてちゃんと定期的な点検を、まあ、全く無料じゃないんですけども、かなり格安でその定期点検をしていたりとか、そういうことをやっている、要は入荷した受け取った以上のお店と、入荷した全部細かく点検してお渡しして、さらに毎年のように点検もやるっていう時計と、さあどっちが気持ちよく使えて長持ちするでしょうかっていうことがちょっと言いたかったんです。ということで、明日ね、またちょっと趣向を変えたことをもうお話ししたいことがあるんで、またよろしくお願いします。